サラスは日本の競争馬。主なカチクラは2019年マーメイドステークス。場名は英語で慰めの意。2015年3月23日に北海道千歳市の八代大ファームで誕生。共有場主システム八代大グループオーナーズより総額2000万円で募集された。立党西村正樹旧社に入級し、2017年11月にデビュー。 新馬戦で3着に入ると2戦目の未勝利戦で初勝利を挙げた。当初から潜在能力は評価されていたものの父オルフェーブル譲りの気少の難しさにより成績はなかなか安定しなかった。4歳5月のパールステークスで距離短縮と追い込みへの客室転換で3着に入ったことがターニングポイントとなる。格上挑戦のマーメイドステークスでは7番。 人気だったが、最後片追走から直線大外を追い込み、先に抜け出していたレッドランディーニを花さかわして重症発生覇を飾った。管理する西村氏は開業5年目で初の重症勝ちとなった。その後はエリザベス女王杯の出走を目指していたが、左後ろ足急接部薄利骨折のアクシデントにより、長期休養を余儀なくされた。 2020年5月10日の新潟大賞店で復帰するが15着。その後も2桁着順が続き、10月24日の新潟頻馬ステークス13着を最後に現役を引退した。10月29日付で競争馬登録を抹消。引退後は繁殖頻馬となる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。